散る。小島監督はプロモーションのビジュアルコンセプトにこの言葉を選んだ。僕が手掛けた最初のメタルギアっていうのがこのスネークのサーガを含むシリーズということで、それがとりあえず今回終わるという宣言での散るですね。花が散った後っていうのはその種子が飛ぶわけですよ。もうスネークの体の中にある種子がいろんな DNA が飛んで、それが火星の中を漂いながら新しい新天地で実を結ぶっていう、そういう思いの散るですね。いろんな遺伝子とかを皆さんに受け継いでもらって、次の世代のクリエイターが、まあ、メタルを継続していってくれたらいいなという、まあ、そういう、まあ、内なる思いというか、そういうのがあります。小島プロダクションは200名近い大所帯。デザイン、プログラム、スクリプト、サウンド、いずれも業界トップクラスのクリエイター集団。広大なフロアの一番奥に小島監督のブースがある。ここから全てのアイデアが生み出される。僕の席がちょっと汚いです。ここです。ここです。で、今はここでゲームをチェックしながらですね、これに一個一個このアイテムを右にせとか、ここは音はこうせとかっていうのを書いていくんで、もうタコができてしまうので気をつけてますが、こうかな。そのすぐ近くにあるのが新川陽子のブース。キャラデザイン、メカデザイン、アートデザインの新川陽子さんの部屋です。こんにちは。こんにちは。二人は長年にわたり共にメタルギアを作り上げてきた戦友だ。今いつもと変わらないんですけど、まあ、シリーズ通して、キャラクターデザインと世界観の設定というか、まあ絵の部分全般を、まあ、監修するという仕事ですね。しかし PS3 という新しいハードにより新川の作業量は膨大に膨れ上がっていた。ライティングとかの作業をしていく上では、今までの PS2 とかに比べると、下手したら10倍ぐらいの、時間がかかってるのかなという気がしますね。まあ出せなくはないけど、全然完成してない状態。作業量の増加はハードによるものだけではない。キャラクターデザイナーの佐々木秀樹は物語の圧倒的なボリュームに悩まされていた。単純にその PS3 になったから増えた作業量もまあ当然あるんですけども、今回ボリュームがものすごく多い。本作のデモシーンは8時間以上、登場人物は100人を優に超える。まあコスチュームのバリエーションであったりとか、まあいろんなエフェクトの作成であったりとかっていうのも、こちらで担当している、ところもあるので、実質5倍ぐらい増えているんじゃないかと思います。作業量の増加により開発は著しく遅れていた。まあ、メタルギアチーム今ピンチだと思います。でサウンドの方も、今結構ボロボロな状態ということを認識しています。MGS4 っていうのは本当に、すごい大きいプロジェクトで、難物だと思います。正直なところ、現在の、まだちょっとユーザーの期待するレベルにはまだ達していないと感じております。厳しい現実を痛感させられる。不安あるスタッフに小島監督の檄が飛ぶ。あと数ヶ月で完成しないといけないです。この数ヶ月がですね、ゲームでいうと 50% ぐらいになります。ここで頑張るか頑張らないかでクソゲーになったりいいゲームになったりという、それが重要な時期です。最後の数ヶ月でゲームのクオリティが決まる。小島監督はスタッフに繰り返し訴えた。最後の2、3ヶ月ですね。ゲームデザインを、周知というか、繊細にして、
石橋叩きながらものを作っていくんですけど、やっぱり全部の部品が揃ってですね、一通り最初から終わりまで音楽も入ってエフェクトも入って、でその流れを通してやってみないとだからわからないことがあってですね、でそこでの微調整っていうのが、すごく効いてくるんですよ、細かいところが、作りっぱなしじゃなくて、何度もやりながらいろんな人の意見を聞きながら、細かいところを調整していくと、インタラクティビティなというかインタラクティブなメディアなんで非常にこう痒いところに手が届くというかですね、そういうサービスを提供することができるんですけど、この時期小島監督は最後の調整に入る。ゲームをプレイし、操作性、演出、難易度の調整を行う。修正箇所を紙に書き、担当者のところに行き指示を出す。これ、本校のタブレットをつけてもノイズ発生してて、はい、見つかんない。部屋に戻り、再びゲームをチェックする。朝から晩までひたすらそれを繰り返す。今サプレッサーをつけてたんです、消音銃をつけて、はい、蓋 の, あの銃声がしないのに見つかったと。今のは本当しちゃいけない、銃声がしちゃいけない、そうです、あの銃声というか見つかってはいけない、今コーションなんですけど、これバグです。あと今やってたのは手すりのところでぶら下がってこうやると煙を入れてくださいっていうのを言ってたんで、それのチェックで入ってました。あと、アイテムがこの台の上にここにありましたけど、これが本当にここから飛んで取れるかどうかっていうチェックです。あとこの辺の足音のチェックとかをしてました。細部にわたり細かい指示を出し続ける。これが検査表と呼ばれる小島監督からの修正依頼書。しかし何とも読みづらい。ほとんど読めないと思いますけど、これを読めるようになるんです。この汚い字がある日突然読めるんですよ。本当に読めるようになるのだろうか。小島監督と付き合いの長い松花プロデューサーに話を聞いてみた。監督と一緒にこうゲームを長年作ってきた人でないとね、読めないと思うんですよね。これこのままこの紙を、あ、監督からこれ来たよ、パッとこう渡しても伝わんないなと思うことあるんで、ね、そういう時は逆に通訳書くんです。これはこういうことっていうのを書いて渡したりもしてます。1月15日、初めてのモニター会が行われた。ボス的のチェックというかですね、ちゃんと解けるかとか、大体どういう武器でどれぐらいかかるとか、そんな感じです。この日は制作スタッフ以外の人間が初めてプレーをする日。3年間の成果が今試される。スタッフの誰もがモニターのプレーを食い切るように見つめていた。反応は上々、思わず笑みがこぼれる。うまくはまってる人もいるんで、あのこっちが用意した、まあ、でも最初のモニターとしてはいいんじゃないですかね。しかし別のモニター会では思わぬ問題が発覚した。本作の新機能であるオクトカムをほとんどのモニターが使用していなかったのだ。今回の肝っていうか、すごいゲームデザインの中心になっている新しい仕様なんですけど、なんと説明されてなかったっていう、ここに来て。で当たり前のように僕らはやってたんですけど、今までのシリーズをやってた人はこのオクトカムっていうのを知りませんので、それを使わずに行ってる人が多くて、ダンボールとか、ドラム缶をかぶって潜入してる人が多いんですよ。でそれちょっとまずいので、早い段階でオクトカムを教えないといけない。それをどう言えるかっていう今日朝言ってたんですよ。アイコンをゲットした表示を出して、新しいアイテムがありますよっていうことをまあ知らせるのと、あとはちょっとブリーフィングっていう基本の操作がこのように
図解で出る、まあ、取説みたいなものですけど、ここにも入れようかなと思ってますが、データを追加するのでこの時期結構厳しいんですけど、まあ、ちょっと入れたいと思います。で入れてみてどうなのかっていうのを今後またモニターとかでチェックすると、そういう繰り返し、本気のいるでも楽しいという時期です。しかし楽しんでばかりはいられない。ゲーム制作につきものなのがバグの発生だ。修正を加えればその都度バグは出る。だが商品にする上でバグは確実になくさなければならない。普通の家ではないです。最後はやっぱりバグを取るのがやっぱりメインの仕事にはなります。なぜかメモリが足りなくて動かなくなるとか、本来今までちょっとそういう現象なかったものが昨日になっていきなり出てきたり。ゲームに潜むバグを見つけ出す、そのために編成されたのがバグチェック隊。彼らは朝から晩までゲームをプレイしバグを探し続ける。その隊長を務めるのがメカデザイナー又手圭一。今何件ぐらい見つかってるんですか？どんどん治ってるものもあるんですけど、1万2000ぐらいじゃないですかね。最終的にどれぐらいまで？わからないですね、正直なところ。まだ今から新規要素が入ったりとか、まあ、噛み合わないところの調整とかも入って、まだまだ変化していくので、どんどん不具合が出てくる感じだと思います。しかし、小島監督を筆頭に、スタッフはギリギリまでクオリティを上げようとする。野尻慎太もその一人だ。野尻は本作でバイクイベントと尾行イベントを担当している。私のこの趣味の思考の問題なんでしょうけど、やっぱりゲーム私が入ると割とちょっとこうバカなものを入れたくなるという形で、敵に向かってグレネード投げちゃったりとか、関係って3日って連行されたりとか、ちょっとあそこだけ毛色が違うかなっていうのがあるんですけど、まあそこら辺はエンジョイしていただけると。ギリギリまでクオリティを上げようとするのは内部スタッフのみではない。今回オープニングを担当したのはローガンのアレクセイ・ティレビッチ。彼はギリギリまで作業を続け、ハンドキャリーで日本にデータを持ってきた。ティレビッチ氏に小島監督の印象を聞いてみた。 I understand that he is a very passionate person and he is a perfectionist, which I can relate to, and I think every little detail has to be perfect in order for the whole to be perfect. Like even him playing the demo, he's noticing little things here and there that could be better. He's able to see the big picture and also little details that make up the creative whole, you know, which I think is very difficult to make, to keep in your head. So I'm not sure how he does it. しかし監督本人は自分を完璧主義者とは思っていないようだ。本来はもう完璧主義者であったはずなんですけど、ゲームっていくら完璧に作ったとしてもインタラクティブなんで、ユーザーが最後自分で完成させるんですよ、ゲームって。いろんな遊び方をするんで、それを考えると、まあ、僕らができるのはここまでっていうラインがあって、だからこそ商品ができるんですよ。でもともと僕は小説とか書いてた頃もありましたし、映画も撮りたかったんですけど、そうなると自信はないです。完成させる自信はずっといじってるかもしれないです。ゲームだからこそできるというか、ゲームだからこそこれ以上はこだわっても、どうしようもないっていう限界みたいなのが見えてくるので。小島監督は映画や小説に夢中な少年だった。それなのになぜゲームの世界に飛び込んだのだろうか。あの頃は今、まあ、これほど PS3 とかこういう性能はなかったんですけど、それでもすごい可能性が見えたんですよ、この新しいメディアとして、映画とか小説とはもっと違う、進んだもっとこうワクワクするような、そういうメディアに見えたんですよね。でまだあの当時っていうのは、業界に入った時はやっぱり
夢破れてゲーム業界っていう人が多かったです。今とは違って脚光を浴びてなかったんですけど、漫画家崩れ、バンド崩れ、そういう人ばっかりです。グラフィックデザイナー崩れとか。でもやっぱり自分が夢見た世界でご飯を食べたいっていう、そういう人たちばっかりなんですよね。CD 出したけど売れなかったけど、やっぱり音楽の仕事がしたいからって言って、それがまあ20年前はみんなそうでしたね、開発の人って。だからすごい同じような感じの人たちがいて、すごい頑張りましたね。みんななんとしてもゲームっていうメディアを高めたいと、今はバカにされてるけどっていうことで、あの時の雰囲気は何とも言えない。村岡プロデューサーは小島監督と同期入社。彼は小島監督が手掛けたポリスノーツに今までにないゲームの可能性を感じたという。話として見ただけですごい面白くって、もうゲームにするまでもなく、面白いもので、実際にゲームを今度プレイしてみると、まあ、私もその制作に加わってたんですけど、まあ、ストーリーだけではわからない、またドラマみたいなのが絵になって出てきて、すごい感動したんですね。それで、あ、こういうことがゲームの中でそういうことができる人ってすごいなって、その時思いました。ゲームにしかできないことがある、だからこそ少しでもいいゲームを作りたい、その思いに突き動かされるように、小島監督は連日修正の指示を出し続ける。もういついつまでって決まってる中で、こんな状態では出したくないと、こうしたいのにできないっていう悩みがずっとあるんですよ。もうこれがこのまま出たらまずいと、もっとクオリティ上げたいとか、喜んでくれるのかな、どうやなという、とにかくもうその作品のことしか考えられない。だが手を動かせばその都度バグは発生する。進行不能、絵が出ない、音が鳴らない、さまざまなバグがスタッフを苦しめる。例えばこのままエクシストなりエグジットで出てタイトルに戻って、うん、あ、全体がなるかどうか、ね、え、あ、どうしようかな。いや本当に鳴ってないんですよ。システムも鳴ってないんですよ。常駐も鳴ってないんですよ。バグをなくすのはプログラマーの使命。リードプログラマーのコレカド雄二は限界を感じていた。それは2月18日のリーダー会議でのことだった。安定化したものを出します。でそれ出さないと絶対終わりません。いやだからそれは出すって言ってるやんか。いやだから出すから、それ出すために一回手を置きませんか。みんなこれ出した後に、あ、今ずっとやってたら3月末も多分ダメですわ。商品を確実に発売するため、コレカドは修正作業の中断を提案した。それとでは出されへんからね。だってそうですね。でも全部今のままやって、今のままやってたら上がらないと思います。だからね、こんだけ上がってきましたっていう、 そのやり方がおかしい。やり方おかしいんですよ、うん、そうです。更新の仕方がおかしいから、その直さな進まへんやんか。そうそうそう、そういう議論ないもんだって。最後はできませんって言ったらしまいやんかって、自分で。そうそうそう、できませんって。そこだけ変えたいんですよ。だって、うん、だからそこ変えたいんで。いやだからそれは譲歩せなあかんので、なんでバグってんのか知りたい。おかしいね。だってでも手動かしたら絶対バグりますよ。それは人ですもん。そんなこと言ったらものなんか作られへん。いやだからそれは絶対やっちゃいけないことなんですけども、コストとして計算しておかないと商品が危ないんですもん。それはクオリティを上げたい監督とデータを安定させたいプログラマー、それぞれの立場がぶつかり合う。うん、でもそうだと思いますよ、監督的には。でやっぱり監督の方はそこはこうどんどん言っていただいてですね。でもまあ私らプログラマーはそれを止めてでも安定したバージョンを作らなくちゃいけないんで、そこでやり取りしながら一番いい落としどころを見つけていかなくちゃいけないんで、まあ仕方ないですね、これは。だが修正を加え続けるリスクは監督自身も感じていた。僕の立場としては安定させたいです。やっぱりスケジュール一番責任持ってますから。ただそうは言えどもですね、現状のクオリティでは出したくないとか出せないですよね。やっぱり皆さんの期待値というのがありますから、そこをどう回避するかっていうので最終的な出力が変わってくるっていうのを、まあ一つの一面というか、
できませんっていうのは簡単なんですけども、普通できないことをやるから評価されるんで、それをどう可能にするか、どの部分を可能にしてどの部分を諦めるかって当然出てきますけど、まあ安全策っていう意味では彼の言ってることは正しいんですけども、まあ、クオリティも高めながら、納期も守ると、これができる人がプロであると。他のスタッフは2人の主張をどう感じていたのだろうか。どっちも正しいと思いますしね、というのは、それはもうあってしかるべきというか、堀門さんも製品にするためだったら、やっぱり鬼にしないといけない部分あると思うんで、まあ、僕も同じ思いはありましたけどね。だがサウンドデザイナーの牧村良二は本作にかける小島監督の強い思いを感じていた。こんなんじゃ出されへんっていう言い方をされるんですよね毎回いや、まあ毎回っていうか、まあ、今回はですね、それは小さいところでは今までもありましたけど、今回はちょっと、ちょっと大きな問題かもしれないですね。そこまでこの時期になってそこまでのことを言ったことは今までなかったんですね。本作の主人公は年老い傷ついたオールドスネーク。小島監督は年老いても戦い続けるスネークに自らの姿を重ね合わせていた。スタッフにやっぱり10年間一緒にやってきてるんで、ゲームの作り方、メタルの作り方をずっと教えてきたんですよ。教えてきたつもりだったんですけど、やっぱりなかなか3でもうまくいかず、最後また僕が入ってやり直したんですけど、そういうこともあって、やっぱり伝えていかなあかんこともあるんですけど、伝わらないこともあるんじゃないかっていうのが今回のテーマで、伝えられないものがセンス、最後に残った人の意思とか生き様とか、そういったものの代表が年老いてもなおかつ戦い続けるスネークであり僕であるっていう。スタッフに伝えなければいけないことがある。そのためには自らの行動で示さなければならない。未だにバグは出続ける。だが小島監督は修正の手を緩めない。リスクは大きい。だが一つの修正がゲームをより面白くしていく。もう場合によってはもうこういうのは治らないだろうなということも別に出てくると過去と思うんですよね。間に合う間に合わないに関わらず、こういう部分が欲しいっていうことがやっぱり、ひょっとしたらそれがこう今回は間に合わないけど、同じようなゲームを作った時に後日そのスタッフがあ、なるほどなっていうことでプラスになるかもしれないじゃないですか。こういうところをこう小島プロの作品としては放置できないよねっていうのを先にこう気づいていけるようになっているスタッフっていうのもやっぱり何人かいますし、そういうスタッフがもっと増えてこないとダメだ。なんで僕は全部これ毎回毎回一からこういうこと書かないとダメなんだっていうことをいつも怒られてます。まあうちらの覚えが悪いんですけど、徐々にはそういうスタッフも出てきているはずです。ある日小島監督は大きな決断を下した。サニーの声を取り直そうと思ってるんですけど、ブレーフィングの位置取るだけ1時間ぐらい取れる。よくなりますかね。マジで？マジで？サニーの音声を一部再収録することにしたのだ。だが今から音声データを変更することは大きなリスクを伴うことになる。この時期に撮り直すっていうのは普通あるんですかね。ないと思います。初めてです。いろんな部分に影響が出るというか、作り直しが起きたりとかっていうのも結構あるんです。それでこの時期にそこまで
制作の過程を戻すのは結構大きいことなんですけど。しかしリスクの大きさを一番感じていたのは監督自身だった。この時点でこんなことするのはおかしいんですけど、そういう判断です。ちょっと今回悲壮感のあるお話なので、その中でもちょっと光るような、3人に変えた方がいいかなと。絵がない状態で、モーションキャプチャーの、アクターさんの動きに合わせてやっていただいてたんですけど、やっぱり3人の表情とか、瞳の輝きとかですね、そういうのが入ってくると、もうちょっと明るい、後半の3人にちょっと近い方がいいのかなと。2月21日サニーの音声の再収録が始まった。喫音に対するその緊張感みたいなのもなくていいと思います。まあ、キャンベルのおっさんがいるんですけど、あの人はまあ何回か会ってると思うんで。私たちの種類傭兵とは大きく異なっている。できたよ。今手が離せないんだ。スネーク、また吸ってたでしょ。ここは禁煙なんだから。って形します。もうちょっと行ってください。はいはい、声を張ってるんですけど、怒ってるんじゃなくてっていうちょっと微妙なこと言ってますけど、そうですね。また吸ってたでしょ。ここは禁煙なんだから。今だいぶテンション低かったんですけど、まあ、スネークとオダコンなんでかなり普通でいいと思います。でスネークが気がついて驚くところはちょっと驚きすぎだったんで。求めるニュアンスが出るまで何度でもリテイクを繰り返す。36番、もうちょっと怒った感じの、はい、輸送機のところのここは禁煙なんだからっていう感じのやつで、春怒るじゃなくて、はい、はい、お願いします。タバコの摂取はやめられないのね。ああ、これはね。はい、ありがとうございます。でも大人はこんなこと聞いてもいいなるね。吸い続ける。いや、大丈夫です。ここは大人っぽくで、タバコの摂取ですから。天才少女。天才少女。タバコの摂取はやめられないのね。音声収録は無事終了。だがまたしても大きな修正が出た。もともとのシナリオでは3人は違うところに引き取られてっていう。ちょっと焼けたようにしましょうか。そこだけ。すみません、お待たせしました。ごめんなさい、セリフを変更してよろしいでしょうか。みんな早く焼けたよ。ここに来てエンディングの一番最後のセリフを変更したのだ。日はまた昇る。はい、はい、ありがとうございます。こっち使いましょう。小島監督に変更の理由を聞いてみた。スネーク春兄さん焼けたよっていうセリフよりも、みんな早く焼けたよと、そのみんなの中に誰がいるかはユーザーが想像すると。もしかしたらスネークかもしれないですし、ライデンかもしれないし、全然違う新しい友達かもしれませんし、そういう想像を最後してもらうっていうの意図です。ちょっとでも悩みがあるとあの段階ではやめるべきなんですよ。ただ僕の中ではしっくりきたんで、多分皆さんもこう気に入っていただけると思います。みんな早く焼けたよ。妥協はしない。時間の許す限り極限までクオリティを高め続ける。それが小島秀夫のゲーム制作だ。2月25日、この日、重要な発表があった。まあ、水曜日ぐらいまで、まあ、チェック修正繰り返します。で、木曜日、もしここで大きな修正がなかったら、もうそれを金曜日にマスタリングして、ファーストマスターは終わります。
ファーストマスターとはハードメーカーに提出するディスクのこと。このディスクをもとにさまざまな検証が行われる。バグが発見されればマスターは再提出になる。だが社内の雰囲気は奇妙に明るい。小島監督にその理由を聞いた。ランナーズハイじゃないんですけど、ゲーム開発ハイみたいな状態になる時があって、もう楽しくてしゃあないんですよね。だからまあ予定は予定であるんですけど、眠たくもなければどん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 仕様を入れて面白くして、次の日また面白くなってるんで、それは一人一人の意識として残るとすごいパワーになるんですよ。時間の許す限りクオリティを上げ続けるスタッフたち。空の色味をちょっと再調整してました。3度目の正直で滑り込みで調整させてもらってます、はい、当然あの面白くしたいっていう気持ちはすごく強いので、あ、これはちょっと押せばできそうだと思えばちょっとプログラマーの方に強引にこう割って入っていや無理やりお願いするということもあります。僕はプログラマーなんで、まあ、バグは当然直しますけど、その他にもその自分で、あ、ここみっともないなみたいな部分は、もうギリギリだろうと直したりしてます。ゲームってもう最後の最後にこうまとまってくると出来上がっていくものなんで、ちょっとこう出来上がってくるとテンション上がってきますよね。製品のスケジュールを見て立ち止まることも一つの勇気だとは思うんですけど、でもそれをもし頑張って入れられるものならいいものになるって時に、できるだけいいものにしたいっていうのはやっぱりどうしてもスケジュール関係なく出てきますよね。その思いがゲームのクオリティを急速に高めていく。なんか GS1 スマートからすごい。あそこはですね、まあ、ヘリに乗ってるスネークの顔が一瞬、まあ、MGS1 の方のローポリゴンの顔から始まるというまあちょっとした小ネタなんですけど、とりあえずまあ何でもいいからやってみようということでとスタッフに依頼したんですよ。そして、まあ、1時間後ぐらいにできましたとかいきなり言われて、で見に行ったらなんかモーフィングみたいな感じで、まあ、サクとできてるんですよ。あっこから始まる。モーフィング？違う、あっこから始まる。ふっって言った時にもうあの顔が出てヒュッとなるから。最初のサニーちゃんの声はなんかちょっとすごく心閉ざしてる感じで、あと割とこうドスの効いたというか低い声だったんで、表情もそれに合わせてちょっと暗い感じの、ムッとしたような顔だったんですけど、2回目はちょっともっと悲しそうなっていうか寂しそうな顔になったし、笑うところももっと柔らかい感じの笑い方になったんで、ちょっと可愛く見えるようになったと思います。やはりこう時間もこう労力もかかったので、その塔のラスト米軍がリギットを囲むところをちょっと見ていただきたいなと。こう表示しているキャラ数ですとか、あとエフェクト数、あと街並みもかなり大掛かりなものになってまして、かなり大変な作業にはなったんですが、なんとかこうメタルクオリティのものに達しているものが出せたかなと自分では自信を持ってます。まあ、メインはシャドウムセスのステージリーダーということで、まあ、ステージをまとめさせていただきました。雪の質感があんまり出てなかったんで表情をつけてって、空も吹雪と雰囲気がすごく合うようにしています。一人一人の粘りがゲームをより面白くしていく。そして2月29日、この日無事ファーストマスターが完成した。3月10日、この日は初めて海外メディアを招いてのモニター会。世界中のプレスが驚きの声を上げる。小島監督はパーティーにサプライズ登場。本当に
人を驚かせるのが好きな人だ。最後にこんな質問をぶつけてみた。まだちょっと決めてませんけど、若いクリエイターにディレクションを委ねて、僕は一歩引きながら、新しいメタルギアの誕生をこう一緒に見ながらっていう、そういうイメージ。次回は、プロデュースをしながら、自分のゲームはオリジナルの全く新しいものを、それこそ10年ぐらい前の企画なんですけど、それが一番濃いんですよね。実現するとしたらどうやって作ろうかなとか、あるいはその背景をもっと調べないといけないんで、いろんな本も読まないといけないですし、取材もしないといけないんで、それをこういろいろ考えながらやってると、こう時間がすぐ経ってしまうんで、まあなるべく考えない、今はメタル本のことだけ考えながらっていう感じです。小島監督は本作でメタルギアを離れ、新たなゲーム開発に向かう。だがメタルの遺伝子は語り継がれ、次の世代に受け継がれるだろう。花が種をまくように、思いは残される。